美しく揃っているのは気分のいいものだな。几帳面な性格でね、この順番に必ずやると言ったらやる。これが予告だ。東方丈介、貴様はこの俺がバラさなきゃならなくなった。図に乗るんじゃねえぞ。話してやろうか、俺の過去のこと。お前にも関係のない話ではないからな。奥安、何度も言ったよな、スタンドを操作するときはもっと頭を使えとな。俺頭悪いからよ。後ばっかついてくんじゃねえ奥安。てめえのことはてめえで決めろ。スタンドの素質があったようだな。どんなスタンド能力か今そこで発言させてみろ。僕の身を守れアクト3。成長するスタンドか、興味深いじゃねえか。私光一くんに会いに行かなきゃならないのに。お前まさかスタンド使い。とんでもねえ執着心だ。精神力がスタンド能力に比例するってのは本当らしいな。お前のようなやつはきちっとしつけておかなきゃならねえよな。遺言かい。お前程度の能力じゃ親父を殺せねえ。美しく揃っているのは気分のいいものだな。美しいってのはよ、この俺クンガミユウヤのことだぜ。やってることはキラの親父と同じみてえだろ。なんか事情がありそうだ。お前も弓と矢が狙いなのか。え、スタンド使いか。だったらよ、その力試させてもらうぜ。渡すわけにはいかん。親父のために弓と矢は絶対に必要なものだ。時間も無駄だったな。俺が探し求めているスタンド使いじゃねえ。お前学生だろ、こんなところでサボってていいの。俺に説教してるのか。邪魔するな、遊んでんじゃねえんだよ。どことなく東方丈介に似てやがるな。ムカつくのはそのせいか。なんだお前、邪魔するなら容赦しないぜ。遺体を手に入れるのはこのディオだ。ディオ、こいつ。喋ってもらおうか。親父を殺す方法を。貴様がディオなら知っているはずだ。お前はもう我がバッドカンパニーの包囲網の中にいる。自信があるらしいな、うん、君が何をするつもりなのか帰宅する前に見てみよう。していた包囲網さえ厄災の流れの中にどっぷりなんだよな。試してやってるんだ、お前の才能をな。試す？いいのかい？それは僕に向かってくることになるんじゃないか。それじゃ君は。いや、そんなわけないな、人違いだ。予告通りは気分がいい。
この順番にやると言ったらやる。おう、ビビってるのか、耳血やつだぜ。いい加減にしろよ。ファーストがやれ。能力も根性もねえうすらボケだな。違うの、脳みそ足りなかったのし、次にお前はビビってるのか、耳ちいやつだぜ。というビビってるのか、耳ちいやつだぜ。はっ、この大切な髪の毛の乗っかっている頭をぶっ飛ばすと予告する。今俺のこの頭のことなんつった。攻撃開始。やべ、モルト、お前の頭をぶっ飛ばすと予告する。まずは足にダメージ、そして次にミサイル発射。一斉射撃よ。予告通りは気分がいい。湧いてきたぜ。